審査大橋は、東京都江東区審査と江戸川区西新町の間の荒川及び中川に架かる東京都道、千葉県道15東京浦安線の橋である。事業中は荒川横断橋梁の過小が与えられていた。上流側で東京メトロ東西線が並行している。西新市中北交差点から江東区方面を望む東行き車線は、 交差点をオーバークロスしている。荒川の川口から0 5トルの地点にかかる橋で、東岸は江戸川区西新町1丁目、西岸は江東区新佐3丁目、橋名はそれぞれの町名から1文字ずつ取って命名された22メートル上流側の東京メトロ東西線、荒川中川橋梁と並行し、江戸川区側で、 首都高速中央環状線の下をくぐり、静神町出入り口を構造体に含む、東行き車線の下り坂は、船堀街道と静神町出入り口の入り地を橋町に2 5メートル、福音7.25メートルの曲線橋でまたいでいるため、構造上高東区側から直接、船堀街道や首都高速静神町出入り口を利用することができない。逆に、 船堀街道や静心町出口から清砂大橋を渡って江東区へ行くことは可能である。橋の管理者は東京都で災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の一般緊急輸送道路に指定されている。2004年度に全県賞を受賞している。橋は1996年に着工し、2001年に完工され、 2004年3月28日に開通した仮設工法としてトラッククレーン,インベント工法及び大戦一括仮設工法が用いられた。開通式典は前日である3月27日午前10時より、宇岸川橋詰にて石原慎太郎と知事ら300名の来賓が参加する。中挙行されテープカットやくす玉回避が取り行われた後、 下り線側で4組の3世代家族が車による渡り染めが行われた。また、上り線側では一般観客5000名が参加して徒歩による渡り染めが行われた。開通式典後は、橋上の車道が開放され、富ヶ丘八幡宮や地元自治会による様々な予興も行われた。東橋の500メートル下流側に荒川霊気路標があり、その 川下川に荒川と中川の合流点がある。かつてはこの橋付近が荒川の河口であった。新砂及び、精神庁も参照火災橋荒川中川、橋梁審査大橋荒川河口橋、荒川湾岸,岸橋火災橋荒川中川、橋梁審査大橋荒川に合流。ありがとうございます。